ございます。1月29日火曜日、 AM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの高畑がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。午前10時半現在のドル円相場は106円80銭から85銭、ユーロ円相場は157円90銭から95銭です。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。昨日のマーケットは一昨日とは逆に、東京市場は円高、海外市場は円安というような動きでした。今日明日に開かれている FOMC を前にですね、開かれているというか開かれる FOMC を前に方向感が出にくい状況というふうに考えることができると思います。まずドル円のチャートを見てみましょう。ドル円は一昨日が106円台後半を中心に、ずっとですね、昨日もまあ106円台後半を、まあその中心になる、まあ居心地がいい水準っていうんでしょうか。まあそこからですね、まあ上下、トライしたものの、まあどちらにも抜けきらないというような状況になってて、平均足を見てみましても、ちょうど昨日の動き、まあ昨日、おととい、まあこの2日間の動きを反映して、昨日の平均足、ほぼ中立の足型というふうになってます。まあ左下の、チャートを見ていただくとわかりますけれども、揉み合いの中での中立の足型ですから、まあ方向感がはっきりしないと、いうことになります。今日、ちょうど水準的にはですね、転換線をサポートに、そして上の方はまあ107円の、20銭から30銭、まあ、このあたりをまあレジスタンスにすると、いうような動きが、考えられます。おそらく、今日明日とまあ開かれる FOMC、 実際結果が出るのはまあ30日ということになりますけれども、それまでは上にも下にもまあ大きくは抜けきれない状況というのが続くんじゃないかと思います。一方、ちょっとゾーンの方を見てみますと、ドル円ゾーン3への到達確率、本日 84% と、まあ、結構高めです。ですから一旦ですね、106円の62銭よりも下の水準、106円のまあ60ですとか、あるいはまあ今日のサポート水準ですとか、まあ、そういったようなところまで、まあ、下押しが入る可能性というのは、十分にあるんじゃないかというふうに思われます。次にユーロ円も見てみましょう。ユーロ円のチャートなんですけれども、こちらもまあ基本的にはまあドル円とまあ似たような動きなんですが、ユーロドルが堅調な動きをしていたということもありまして、まあユーロ円に関しては、まあドル円に比べるとまあやや強い動きというふうに言えることができるかと思います。ただやはり昨日、一昨日とですね、まあ上下、どちらもトライして抜け切れていないということを反映し、まあこちらも左下の日足のチャートに示されてますように、平均足の足型、まあ中立となってますから、大きくどちらに抜けるというような状況はちょっと考えにくいかと思います。本日なんですけれども、サポートの水準をですね、こちらは、だいたい157円の20銭レベルというところになると思いますし、まあ、レジスタンスに関しては先週金曜の高値、159円の14というのがありますので、先週金曜の高値圏というところがまあレジスタンスになってくるかと思います。今日もですね、仮にまあユーロドルが堅調な動きをしてきたというような場合でもですね、この上の水準のところに現在基準線があります。基準線のある水準が、まあ、159円の39銭ですから、まあ、そこは、まあ、強い、レジスタンスになるというふうに考えております。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、今日の AM テクニカル分析を終わります。次の放送は、お昼の FX フラッシュです。Forex TV ジャパンの高畑がお送りしました。